も皆さんこんにちは、滝月と申します。本日もバイオハザード7の DLC を遊んでいこうと思います。今回はですね、クリスが主人公のノットアヒーローを遊んでいこうと思います。これね、私完全初見なのでどういった内容なのか全くわかんないんですけど、なんか噂によるとルーカスが出てくるらしいので楽しみですね。ではニューゲームで遊んでいきます。難易度ノーマルとカジュアルか、どうしようかな。なんか本編はカジュアルで遊んでいたけれどノーマルでいけるかな。ちょっと今回ノーマルで遊んでみようか。よし、やってみるよ。お、ルーカスの写真だ。ラーキングフィア作戦。あ、また読めなかった。あ、何？今家族の写真だった。準備はいいか、もう始めるぞ。あ、ルーカスだ。これ以上待てねえよ、俺たちにはやることがあんだ。ルーカスだ。距離が近い、めっちゃ近いルーカス。楽しみ。ルーカスが出てくるとは。これなんかイーサンが、そう、イーサン・ウィンターズを見つかった後の話ですね。彼はもう心配ない。ルーカス・ベイカーは彼がコネクションへの唯一の鍵です。次は奴を追う。おお、なんか過去作詳しくないからさ、クリスが一体どういう人なのかあんま分かってないんだけど。お、なんだなんだ、アンブレラ、これ何？鉱山内部に入った。あ、今かぶったヘルメット。通信は良好です。鉱山内はルーカスがアジトに改造した模様。なお先行した隊員との連絡が途絶えています。消えたのは何人だ？3名です。交信が断たれたのはその先のラボ付近です。まずはそこを調べてください。了解了解。お、これここだよね。なんかイーサンもこのさエレベーターに乗って降りてきてたけど、ここがルーカスのアジトになってたんだ。なんか持ってます？あ、結構持ってるね。なんかアルバートっていうのがなんかクリスの愛用のハンドガンみたいなやつの名前らしい。うん、なんかあんま詳しくないからあんまり話さない方がいいかも。変なこと言っちゃいそうで。ルーカスについてね、ちょっといろいろ調べたんですけど、ルーカス年齢25歳らしいですね。それにしてはあの頭はってなっちゃうんだけど、まあまあまあルーカスくん可愛いですよね。うん、もう最近ルーカスのことばっか考えてる。これはもしかして恋？ルーカス、ルーカスどこ行ったんだろうね。イーサンがエブリンを倒した後、ゾイとルーカスは見つかっていませんみたいなねこと言われてたから、あ、やば、うわぁ、へぇ、なんか表示が他と違うから、他っていうかあのイーサンプレイしてた時と違うからあれだけど、殴り飛ばすことができる。殴る、え、いたいたいた、どこにいる、わわわ、あ、でもやっぱ敵強いな。殴り飛ばすことができるってどうやって殴り飛ばすんだろう、ちょっとわからないな。でルーカスのところへ、わー、ノーマルじゃない方が良かったかな。
よっしゃあ、ここは行き止まりね。お、よかった。よしよし。怖いな。ここさ、どうなってるか知らないからドキドキしちゃう。こんなところで何の研究をしてるんだ。まだ詳細は不明ですが、どうやら E 型特異菌の培養実験をしていたようです。ああ、行方不明の隊員が巻き込まれてないといいが。3名行方不明になってるって言ってたね。あ、この先、そう、確か E さんが来た時もこの先だったよね。で、ルーカスここでね、電話してたけど、ルーカス？あ、隊員がいる。パソコンもある。パソコンは見れないか。大丈夫かい？今助けてやるぞ。やめろ、もう手遅れだ。手遅れ。二人でここから出るんだ。残念だね。なんだ。そうはいかねえよ。ふざけやがって。そいつはやめた方がいいな。ルーカスだ。何？くそ。まあそいつを無理に外してもいいが、おすすめはしねえぞ。え、俺の手が滑れば。ルーカス、何なんだ。やだー、何、もうバカ。いいか、よく聞け。クリス、こっからさっさと引き上げればてめえの首が吹っ飛ぶこともねえ。それはお仲間の兵士どもも同じことだ。分かったか。とっとと消えな。うわー、抜け目ねえな。なんか出てる。くそ、これまずいんじゃないの。これ吸ったらまずいんじゃない。空気中の胞子を探知。胞子？ E 型菌のようです。あ、 E 型菌に侵されちゃう。マスクが自動で機密モードになりますので、酸素残量に注意してください。酸素残量なんてある。わわわわ、減ってる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 。え、なんかじっくり見ていきたいけどやばそうだから先に行かなきゃ。どこだっけ出口。あれ、残り 50%。 まずいです、まずいですよ。出口はどこですか。出口はどこですか。助けてください。酸素の残量に注意して。出口はどこ。ここか。あ、え、出口、出口、やばい、まずい。あ、汚染領域を抜けたようです。あ、回復した。危なかった。一度戻って腕の爆弾を解除しては。時間がない。戻れば奴の思うツボだ。わかりました、気をつけてください。危なかった。でもなんかさ、あの隊員の格好をしてたルーカスも素敵だったわ。完全にルーカスに侵されてしまっているけど。あ、ここも E 型の菌が待ってるんだ。なんかじっくり見ていきたいのに。この辺、うわ、何、うわ、まずい。酸素は残り 50%。 ここ、やばいね。まずいな、どうしよう。ここから出なきゃ。酸素の残量に注意して。よし、ここで上に上がれば酸素が。まずい、早く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 。クリス、傍受した通信の解析結果が出ました。やはりルーカスはエブリンの監視データをコネクションに報告していたようです。悲劇を繰り返さないよう必ず彼の確保を。コネクション、奴を取り込みたいんじゃないのか。もうこの話はしたはず。 BSAA は納得して俺を派遣したんだろう。だが俺はアンブレラの名を信用などできない。気持ちはわかりますが、聞いてください。確かにかつてのアンブレラに所属していたメンバーも多いですが、今残っているのは名前だけ。とにかく任務に集中してください。この話は戻ってからにしましょう。なんかアンブレラは衰退しちゃったのかな。で、コネクションっていう組織はよくわからないんだけど、あのなんかメールとかやり取りしてた相手がコネクションっていうチームなのかな。なんかルーカスがさ、最後の方エブリンについてメールを送ってたけど、あ、これルーカスが好きなお気に入りのマークじゃない、このピエロ。え、アイテムって何。なんか資料。この資料は何。この資料についてはよく、この資料ちょっと読んでみよう。気がつかなかったな。本作戦から参加となる隊員も多いため、ここに改めて我々アンブレラの理念を記す。
PMC 民間軍事企業としての創設は2007年製薬企業として悪名高いアンブレラ退職者により結成された。目的はアンブレラの罪の清算、つまり生物兵器の根絶である。我々の使命は全世界に拡散した BOW を打ち滅ぼし、さらに BOW 災害を生み出そうとする輩を捕らえ一掃することである。我々は皆過去の罪と戦っている。企業名にあえて呪われたアンブレラの名を冠したのも、その食材の意思の表れである。作戦に関わる者にはその理念に準ずる覚悟を持ってほしい。以上。じゃあ過去のアンブレラとは違うってことかな。一応なんかあの事件を起こしてしまったアンブレラとは違うのかな。これは何？ラーキングフィア作戦。作戦用語。ルーカス・ベイカーの確保。アメリカ合衆ルイジアナ州ダルウェイ軍ベイカー邸。モールデッドね。本作戦においては情報不足から不確定要素が多いことを考慮し、 BSAA から BOW オペレーションの作戦顧問としてクリス・レッドフィールドが参加する。ルーカス・ベイカーはベイカー邸付近の廃炭鉱に潜伏中との情報あり、作戦領域を廃鉱山内に変更する。補足情報、ルーカス・ベイカー調査部の通信傍受により犯罪組織コネクションに所属、コネクションに所属してるんだ、ルーカスは。もしくは協力関係にあると目される。そういうことね。コネクションの情報を持つ重要参考人である。コネクション、生物兵器の闇市場で世界的に暗躍する犯罪組織。規模、拠点、構成員などすべて不明。生物兵器E型被験体の製造販売に関わった疑いが強い。現在被験体の一体エブリンがベイカー邸に潜伏中、ルーカス・ベイカーに監視させ活動データ収集中とみられる。じゃあエブリンはこのコネクションっていうアンブレラとはちょっと違う組織が作った生物兵器だったのか。セーブができるね。セーブをしましょうか。セーブができるってことはこの DLC なかなかボリュームがあるのかな。お、アイテムも預けられるな。じゃあ結構長くなりそうな予感ですね。ここは降りられないか。いいな、ルーカスとさ、Eさんはさ、なんかゲームで対戦はしたけど直接はさ戦わなかったじゃん。だからその直接ルーカスと戦えるって思うとちょっとね楽しみですね。お、スタビライザーか、ステロイドか。ステロイドとスタビライザーね。じゃあもしかしてさ、見逃していたけどコインがあったのかな。うわー、なんか焦っちゃったからコイン見つけられなかった。じゃあコインがあると思って、あ、閉まっちゃうのこれ時間制限付きか。そう、コインがねあると思って移動した方が良さそう。え、暗視デバイスが必要って言われた。暗視デバイスなんかないですけど。暗視デバイスってどうしたらいいんですか。痛い。何？何ですか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 ？ああ、これ足元のやつ。ああ、これ神経ガスみたいな。ああ、足元注意だな。これなんかさ、ライトになるやつとか落ちてた。うわー、死にました、死にましたね。じゃあなんかライトがさないとダメみたいな表示が出てたけど、ライトはどこからか拾えたりするんだろうか。あ、こっちも行ける、行ける場所がいっぱいだ。あ、こっちは何もなく行けそうだね。お？ここは？よっこいしょと。開けてくださーい。開けてくださーい。お。わ、またルーカスのマークだ。ピエロが好きだね。こっちは飛び、あ、ここも開くんですか？うわー！あー、こっち入ると、奉仕が待ってて。ここは？
あ、ここは鍵がいるんだ。なるほどね。さて、じゃあこっち行ってみるか。あー怖いな、焦っちゃう。あ、構成のフィルター。じゃあフィルターが足りない。ここはなんか空気が汚すぎる。やばいやばい、死ぬ死ぬ死ぬ。へえ、じゃあまだここは来ちゃダメなところなんだ。一旦戻ろう。あ、この赤い扉も行けそうだね。この赤い扉の先はどうなってる？お、明るい。ここが一番先、最初に来なきゃいけなかったのかな。ここは？あ、あ、隊員が。おい、大丈夫か？大丈夫か？ルーカスにやられたのか？待ってろ。鍵を探してそこから出してやるからな。もうなんかここ銃で破壊しようよ。かわいそうに。この先かな。お、エレベーターか。おお、閉じ込められた。向こうはなんか車があるね。トラックだ。じゃあこの先に鍵があるのかしら。ん？うわ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 。弾がない。そうだ。うわ、音楽的にここなんかバトルがありそうだ。どう？あー、しぶといな。やっぱノーマルはしぶといな。あ、顔だけになってもまだ襲ってくる。うわぁ、やだ、四つん這いのやつ嫌い。まだ動いてる。まだ生きてるな、あいつ。うわぁ、お、音がスンって切れた。終わったっぽい。何これ？お、回復。これなんか、何？また音楽が、また音楽が鳴ってる。え？何？うわあ、うわあわあわあ、痛い痛い痛い。え？やだやだ。なんか、あ、箱を壊した。ショットガンの弾。ああ、よかった。今弾いっぱい使っちゃったから。これは何？この KEY、 あ、鍵って書いてあるのか。キーって書いてある。鍵か。ん、なんかいろいろ。グレネード。おー、グレネードランチャーなんて持ってた？グレネードランチャーはまだ持ってないね。じゃあ実機にグレネードラン、いやー、マクシミ。あ、これ鍵ね。鍵をも、あー、やっぱそうだよね、そうだと思ったよ。あ、これを回せば、あ、クランクがあればあれを戻せるようになると。オッケーオッケー。なんかまたルーカスのマークがついてる。鍵がいるなー。お、ハンドガンあった。ハンドガン助かる。お、歯車、歯車と、お、グレネード。このグレネードはなんだ。
手榴弾か。手榴弾ってどうやって使ったらいいんだ。ハンドガンの弾。お、アンティークコイン。へえ、やっぱアンティークコインあるんだな。ちゃんと注意して行かなきゃいけなさそうだね。あ、あれ、これじゃない？クランクゲットした。クランクゲットして、で、ここにクランクをはめる。え、歯車？これでいいだろう。これでいいだろう、オッケー。これで、うわ、なんかまずいまずい、なんか、あー、おデブちゃん、おデブちゃんが出てきたよ。やばいやばいやばい、おい、おい、クリス、いいから手を離せ。吐いてる吐いてる吐いてる、うわーうわーうわー、なんでそんなに。こいつは一体なんだ。え、なんか、わかりません、新型のようです、十分注意してください。待って、なんか、あれ、見たことない強さが。え、こんなんだっけ。あれ、おデブってさ、なんかあんなじゃなかったよね。あれ、もうちょっと、もうちょっとなんか可愛いフォルムじゃなかった。あ、キモい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 。この白い新型は異常な再生力を持つようです。普通の銃弾では殺せません。え、銃弾じゃ殺せない、どうしたらいいんだ。再生を阻止するラムロット弾があればいいのですが。ラムロット弾、何それ。今は撤退してください。撤退、どこに撤退すればいいんだ。撤退撤退、どいてくれないかな、あそこ。鍵取って帰りたいんだよな。鍵取って、鍵を取る、鍵を取れ、鍵を取って逃げろ。やばい、鍵を取って逃げろ。危ねえ。なんだあれ。